おたまごんまま、本日もサータデイ。お稽古も終わりましたが、ムシムシチミチミ水鳥ゾウさん、パオーン、パオーン。カピバラもみんな少し水分欲しておりまする。本日も手塚の部屋の始まり始まりなのだ。それでは今度はゼロ兄ちゃん、波長長参りまする。Thank you.
このツルニーの第2番はとっても簡単ですが、曲のアナリーゼ、曲を解釈するという意味でとってもシンプルですが分かりやすい曲となっております。波長調で簡単ですがトニック、ピアノ教室は独譜から拍の長さまでしっかり右手左手の役割分担、右手左手の保持音をちゃんと伸ばして弾くなど基本がしっかり身につきます。本日サートディ、深呼吸にリラックス、まさに外と中の本当に気温差というのは皆さん少々疲れが出る時期でもあり、子どもたちも水分補給、ちゃんと水筒を持って元気に学校へ行く季節でもあります。ゆっしっかりおおらかに長い目で温かく見守ってあげましょうね。それでは一句、その言葉かけてもらうと嬉しいな。人を思いやり、ゆったり、感謝に謙虚、不平や不満は本当に言わないように先生もしたいなと思っております。不平や不満というのは口に出すときっと連鎖が悪くなります。いつも前向き、しっかり上を向いて下をうつむかないで前を歩いていこうではありませんか。すき焼き、上を向いて歩こう。
まさに棒は棒でも泥棒の棒、棒は棒でも希望の棒、本は本でも余裕で本、ソリはソリでもシュッ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 とヒゲを剃るのがヒゲソリ、猫に小判、猫にかつお節、馬に人参、うさぎちゃんにキャベツ、リラックマリラックマリラックマ、それではね、さようなら。ちゃんと子供たちもね、毎日できなくてもいいんです。ピアノ練習はできるときにね、1日5回、1日ちょっと5分するだけでちゃんと上達もします。諦めないで一緒に楽しく先生と連弾もしましょうね。変音記号が難しいときは先生がちゃんと伴奏をつけて弾くことができますよ。それではね、おまけ。日頃先生の真似をして歌う、弾く、これであなたも聞く能力が身につくわよ。真似をして、はいはいはい、遊び感覚で楽しく学ぶのがこの時期は大切です。だるまさんが転んだ、最初はグー、あ、じゃんけんぽん。生まれたて、10歳、20歳、40歳。それではね、本日も、綾瀬はるかが